ブーシェフルは、イラン南西部ペルシア湾岸の都市で、人口は2005年に165,377人。ブーシェフル州の州都で、イランの主要海港でもある。テヘランの南 400km、北緯28度59分、東経50度49分に位置する。同地の気候は、温暖湿潤である。日本語では、英フッツ語の綴りから、ブシェールと名まって表記することがある。 ブーシェフルは1736年、アフシャール・アサのナービル・シャーの手によって創建された。その以前には、同地は、レイシャフルと呼ばれ、5世紀におけるネストリウス派、キリスト教拡大の中心地であった。1763年、イランの支配者ザンド・アサのカリーム・ハーンは、イギリス東インド会社に、根拠地と公益所を、ブーシェフルに設ける権利を課し、十八世紀後半には、 英国海軍の基地として用いられるようになり、19世紀には公益港としても重要性を帯びる。ブーシェフルは1856から57年のイギリスペルシア戦争においては1856年12月9日、イギリスに降伏して占領されている。1915年には再びイギリスによる占領があった。これはドイツ、特に ビルヘルム・バッスムスによる陰謀の結果である。20世紀以前、ブーシェフルには多くのアフリカ系住民が居住していた。言語的影響として識別できるものはないが、文化的な影響は認められる。産業では、漁業、熱気発電があり、同じく、ブーシェフルと呼ばれる、広廃地にあっては、シーラーズ種の葡萄、金属在庫、絨毯保管織物、セメント、肥料などがある。 イラン海軍は同地に基地を保持している。ブーシェフル空港がある。ロシアとの協力によって建設されている原子力発電所用地はブーシェフルから 12km の地点にある。事業は西ドイツボンのシーイメンス社クラフトベルクユニオン事業部によって開始された。これは2基の原子炉40億ドルから60億ドル相当を建設する1975年に署名された。 契約に基づくものである。事業は1979年1月に停止。この時の進捗率は1期が50%、もう1期が85%であった。シーメンス側はイラン側に4億5000万ドルの不払いがあったことに基づくものであるとする。同社は契約全体の25億ドルを受領している。 1979年のイラン革命とイラン政府が一方的に契約を解除したことを同社は認識、契約は破棄された。イラン・イラク戦争の1985年2月から1988年の間には複数回にわたってイラクの空襲を受け、ブーシェフルの原子炉施設は損害をこむっている。イランはシーメンス社に対して観光を要求したが、 同社はアメリカ合衆国の外交圧力によってこれを拒否。その後まもなくイランはイラクの侵略を受け原子力開発計画は戦争終結まで凍結されたのである。1995年ロシアがブーシェフル原発のために軽水炉を供給する契約を調印した。 この契約は700万ドルから1200万ドル相当のものと考えられている。この合意では使用済み燃料棒をロシアに還付し再処理することが求められている。しかしアメリカ合衆国はイランが原子力爆弾製造を目的として燃料棒再処理を自国で行いプルトニウムを抽出する可能性に懸念を表明した。2004年8月、 合衆国軍備担当交換は放置すればテヘランは3年以内に核兵器を開発するだろうと発言した。ジョン・ボルトン国務次官はワシントン DC でイランは3年以内に核兵器を所有できると同国は EU 参加国に語ったと述べている。しかし合衆国国家情報評価の報告はこの主張とは矛盾している。この前後関係については イランの核開発問題を参照。ありがとうございます。